今日は土用の丑の日です。山形市では今年5月に閉店した老舗うなぎ店の味が期間限定でよみがえりました。うなぎの香ばしい香りが漂うのは山形市の染田。今年5月末で惜しまれつつ閉店した老舗うなぎ店です。多くの客から送られた感謝や再会を願う声に応え、今日と来月5日の土用の丑の日に合わせ、持ち帰りのみの復活となりました。今日の予約はうな重およそ100人前。佐藤健一社長は、やっぱり仕事は楽しいと満足そうに語り、熟練の技でうなぎを焼き上げていきます。そして引き取り時間になると続々と予約客が訪れ、70年以上続いた名店の味を手にしていました。去年も社員とみんなで土用の丑の日に、一緒に食べてたんで、ここから手前取って、これを機にまた来年もやってもらえればまた来たいと思ってます。染田は今月27日までと来月2日から5日まで事前予約制で営業します。